さあ、やってきました宮崎、到着ですよ。到着しました、はい、正直さ、 YouTube 始めた時なんか宮崎、ね、うんうん、あのいろいろ広めていきたいねなんてさ、うん、言ってたじゃん、宮崎大使になった後とかもさ、だからそう嬉しいよね、嬉しいね、実現できてお仕事で。ただね、結構ね、3日間結構強行スケジュールいろいろ行きますんで、いや思いました、朝から晩までね朝から晩まで、はい、いろいろ宮崎のいいところ回っていきましょう。そうですね、いやすごいね、仕事がてら旅行がてらみたいな、ね、ありがたいですよ、ね、見てる方なんとなく気づいてるかなと思うんですけど、はい、キネ兄が来てませんえ、なんでなんでって、なんでですか。飛行機に乗り慣れてないキヌ兄は、はい、早めに乗らなきゃいけないことを知らずに、そうなんですよね、乗り遅れました。保安検査場が10分前に、なんか保安検査場通ってないって連絡が来てて、しかも別に全然焦った様子もなくて、なくあー多分乗れないかもそれ、うん、しかも VIP が保安検査場って言ったからあれだけど、何にも焦ってる感じもなかったよね。なんか分かってなかったね、うん、何もね、やっぱ新幹線感覚で乗ろうとしちゃってるところが面白かった、ね、やっぱりスッと乗れると思ってた。やっぱ都会の人間だなと思いました、やっぱり私は宮崎空港をよく使うものとしては乗れるわけねえだろうってやっぱちょっと思っちゃいましたし宮崎一回ね、ゲートから大抵ね、搭乗口からバスで移動して飛行機まで行きますからね、はい、飛行機厳しいですからね、新幹線は飛び乗ればいけますけど、そう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 、ということで、はい、はい、もうとりあえずね、途中で合流しますから、はい、はい、そうですね、いつ切り替えて、来るともね、楽しみながら面白くなってきたぜこういうのがないとね、旅は、ね、ええええ、では、行きましょうか、行きましょう。いや、岡ちゃん、はい、最高の、ね、宮崎の景色より、ね、天気いいよね、だって見て、すごく綺麗景色、やばいよ、本当にこの海、ね、ようこそ日南海岸へえ、小平さんの縄張りですか。いや、あそこ書いてある、ようこそ日南海岸へって書いてある、うん、今日はここで、ね、美味しいご飯が食べれるということで、お食事とお泊まりは大会、あ、泊まりもできるのかな、ね、大会さん、お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。もしくは同世代ぐらいの店主、そうですね整備の店なんですか。そうですね、はい、もう今年で51年です。51年、はい、すごい51年、はい、なんかすごい並ぶってね、うちの人なんだ。あ、まあそうですね、おかげさまで伊勢祭りの時は整備の祭り、はい、そんな祭りもあったんですか。11月になります。終わってますね。終わってますね確かに終わってますね。すいません、もっと早く来るようになった、ちょっと早速すいません、はい、どうぞ。お邪魔します。はい、めっちゃ綺麗な ね、 ね、店だね、で海も見えてそう、うん、やばい、どうした、待って、集合、みんな集合、どうした、大変、どうした、座敷だ説明しよう、おかげさん、説明してくれ。ユーピーは座敷が苦手なのである。まあ、正座とかね、お姉さん座りがちょっと太りすぎて苦手っていう、はい、だから、年配の方が使う椅子を大体使っています。めっちゃ綺麗、やば、綺麗ね、見てよこの景色、綺麗、今日すごくいいよ、これ拝むだけでもさ、うん、宮崎来る価値あるよな。そうね、おかしいと思いますよね、高さが全然違うって。ユーピー武将スタイルじゃないと食べれないんです、ご飯。いつも座敷に行くとね、一、うん、人だけ位が高い人間みたい確かに、ごめんなさい、ね、私がお月の人みたいな高さになっちゃう古文めっちゃうまそうじゃん。やっぱ宮崎特有のほら、ね、チキン南蛮とかやっぱ、ね、食べたい人のために用意してくれてんだ、ね、このあら汁みたいなうまそうだな、ね、お味噌汁だしがすごいでしょ絶対。うわチキン、お楽しそうな定食、お任せで今頼んでるからさ、ね、なんだろうね、やばいよ、どうしよう、チキン南蛮定食食べたい絶対多分決まってるでしょ食べる絶対来ない気がする、そして来ました。はい、お待たせしました。うわ豪華、うわ豪華、やばめっちゃ豪華、すごっ、海鮮丼です。うわ豪華、え、ちょっと豪華すぎるこれ何この器やば、何これ、ありがとうございます。はい、やばっ、あら汁ですね、とんでもない量の魚入ってるぞ、はい、こんな入ってないでしょ普通、うん、すげえ。想像をはるかに上に行く、ね、すごい高精査でした。うわすごい、ありがたい、やば、ちょっと待って、宮崎出身だからこんな多いんですか違うでしょとんでもない量だ、
わあ、すごい。嬉しい。小鉢も多いね。はい、多いね。よろしければこれは。あ、はい、海鮮丼で。うん。ありがとうございます。値段がしっかりしてると思ったけど、量もすごいしっかりしてる。はい、すごいしっかりしてる。丼物だ。あの丼物の、はい、あの醤油になりますので、うん、そちらかけてください。もしかして宮崎だから甘い醤油ですか？そうですね。ちょっと甘めにはしてます。おー、いいね。うん、美味しいね。ご飯が進むんだよね、あの醤油が、はい。いただいちゃいますか。はい。いただきます。熱くて飲めねえわ、汁からいく。え、そんなでもないよ、多分そこまで熱々ではない、まあ、ちょうどいい熱さというか、はい、ちょっともずくかり熱い、もずくかりちゃうかしら。うまっ、やばっ。いただきます。え、おいしい。すごいだ、もずくいただくわ。あ、もずくからいくのやめてもらって。もずくもおいしい。海鮮丼からいってくるよ、せめて。もずくもおいしいよ。うめぇ。海鮮丼からいっちゃうか。だしがすごいよ、ね、めっちゃ美味しいね。あ、うまいね、美味しいね。ね、すごいよね。味噌も甘いよな、うまいわ。くっちゃ染み出てるよね、うん、贅沢だね、うん、うわっ、うん、え、ちょっと待って、めっちゃ美味しいんだけど、うん、私はエビに行くわ。こんな身がっつり入ってることあんだな。バカン。エビもうまいよ。うん。なんかパリって落としてると思ったらエビ食べたんだ。うん。ちょっと大きかった。結構グロテスクなね。映像でなってたから。こういう時も小指立つんだね。あ、うまげ。うちでもどこでも。うちでもどこでも立つね。あとこれ、お母ちゃん、うちの蓋だから。ごめんごめん。いや、勝手にやめてもらっていいですか。うまい。うまい？唐揚げも美味しいですね。それ、あの、マグロの。いや、美味しいです、はい。マグロの漬けを唐揚げにした。贅沢だわ。これ、創業当時からあるメニューなんですか？いや、僕が帰ってきてからです。もともとうちの親父がこのお店を知ってて、うん、僕が、まあ、京都に10年ぐらい修行して。そうすると10年も。エビ甘い。ね、うまいよね。甘い。トゥルントゥルンだね。おいしい。この唐揚げもすごい滑らか。おいしい。え？マグロの唐揚げもおいしい。漬けの唐揚げだって。あ、ここ本当だ。海鮮丼の中にマグロの唐揚げ入れてるんだ。はい、面白いね。うん、小鉢にあってもおかしくなさそうだけど。確かに。食べてる。これなんだかわかんない。それはタイの皮です。タイの皮だけで入ってるってことですか？そうです。それを干して油で揚げて。タイの皮なんて硬くて食べれないやつですよね。そうですね。それを、まあ、あの綺麗に乾燥させて、すごい美味しい、はい、うんうん、パリパリしてる。ほんとスナックみたいですよね、ですね、なんかね。あ、美味しい。持ち上げると手疲れますね、これ。これも近くの漁港とかで取れてるやつを使ってるんですか？そうですね、なるべくは近くで取れたものを中に入れるようにはしてます、はい、贅沢すぎない？贅沢。ウニとマグロとさ、ね、イクラとね、イクラと、あとわかんないけどさ、魚とかね。あと何が入ってるんですか？これあと今日だったらカンパチとか、カンパチと、はい、あとアジ、アジ、はい、ホタテとかですね。ホタテ入ってるとしたら美味しいよね。うん、え、なんか炙ってる。あ、それはあのマグロの上にあのごまペーストをのして炙ってるんです。すごい。とりあえずうまい。はいはい、大丈夫。ごまペーストやばいですね。結構だから、その中でいろいろ味とか食感とか、ね、楽しめるようにして。大体なんかさ、1個ね、醤油かけて同じ味だけど、一個一個違う。うん。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。全部食べました。はい。誰かが食べましたじゃなくて、全部食べました。全部食べました。おしんこだけ私がユピドムいただきました。あ、そうだね。ごめんね。いや、別に、大した量じゃないよ。ごめんな。おしんこ。おしんこのみ。誰が一番好きだった？あー、どう…いやでも私…あ、わかる。お汁美味しかった。めっちゃ美味しかったよね。海鮮丼も美味しかったけど、ブラジル
あと全然関係ないけど、もずくもうまかったねえ、うん、チキン南蛮も最高だったよ。ないから私、チキン南蛮じゃないから私海鮮と取ったのかな。じゃあ、行きますか。行きましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、今回、はい、こちらは宇土神宮です。こちら有名な神社になりますね。そうなんだ。始めこうぜ。神様の通り道。お邪魔します。すごい、ね、なんかすごいね。すごくない、ね、この歴史を感じる建物。右側が海で、そう、海沿いにずっとある神社です。ね、気持ちよすぎない。 海の横に神社って。だからさっき良かったよ、風がそんな強くなってね。寒い、少々寒い。うわぁ、透き通ってんね、海。綺麗ね。びっくりした。めっちゃ透明度高くない？そうね。すごい、下の岩が見えるもんだって。ね、青いさ。ね。ね。安山系の。あ、エマあるね。エマといえばね、お母ちゃんがね。そのエマ見てたら、住職に怒られたんだよね。怒られたね。難しいね。見ついた？じ。運玉って書いてある。あ、運玉これでしたっけ。いや、もっと先ですね。運玉って言って、なんかこういう、そう、海にさ、穴が開いてるの、そこに石かなんかが入ったら、うん、なんかいいって言われるっていうところがあるんだけど。すごい、これは合ってんの。これは合ってんの。コインめちゃくちゃ はめられてるけど。初めて見た。何これ。これはちょっとわかんないな。こんなギュッて。これ帰り大変そうだな。あ、帰りそうだね。行きはよいよいってやつだね。あ、ここだここだ。運玉ユピあるよ。え、運玉？うん、お金払わなきゃな。でも200円。200円。うん、買おう買おう。投げるやつがね、決まってんのよ。私たちは女だから。よし、右手だね。あ、本当だ。投げるとき運玉、運玉を亀石に投げ、玉がまっすぐ入ればもちろん、締め縄の内側に当たれば願い事が叶えられるという言い伝え。運玉ってどこで買うんだ。じゃあ私運玉買うね。私も買う。それぞれでしょって。うん、楽しみ。これ200円ね。これ運玉って運って書いてある。あ、本当だ。運、運って書いてある。これを5個。これを投げる。これを投げる、うん、よっしゃ。どこだ運玉。あ、こっちこっち。あ、そっち、そっちなんだ。こっち投げる。いい、初めてやるわ。楽しみだな。運玉やりました。やりました。やりました。運玉3つ入った。すごい。運玉投げよう。うぜ、運玉だぜ。ほら見て、全然入ってるのとかいっぱいいるんだよ、あれ。うわ、マジじゃ、マジじゃ。めっちゃいっぱい。運玉の残骸みたいな。こっちもすごいいっぱいあるんだ。あんま入んないですよね。入んないと思います。じゃあ私から先に行くね。お母ちゃん、1投目、うん、右手で。あ、え、いけそう。ほら、ダメなんだ。うわ、割れた。しかも願い事はでも決めとかなきゃだよ、まず。あ、確かにね。うーん、よいしょ。あ、ダメだ。あ、また割れた。割れた、割れた。2球目、3投目。頑張って、ほら、あー、ダメだ。一切当たってない、内側にも。無理じゃね。あ、全然。内側当たった。内側には行ったけど。あ、じゃあ、OK、1個入ってる。あー、ダメだ。1投。内側に当たったから OK、1投。内側に当たって、跳ね返れた。ユピ、アドバイスちょうだい、アドバイスちょうだい。水の中に入れよう。1回目さ、これ投げてみなきゃ分かんないよね。うん、あと1回かぶんないでもらって。1回は捨てたと思う。こっち来てよ、お母ちゃん、こっち来てよ。え、はい、入りました。嘘でしょ。早い。行くよ、うん、全部入ったじゃん。おお、うまー、すごい。全部入れよ、全部入れよ。あ、ダメだ、もうちょっとだ。いや、これ当たり OK なんですって。でも締め縄の中に入ってるの。あ、ダメだ。2だ。ほら、2。あ、でもすごいよ。結果2でございました。でもちゃんと入ってるじゃん、すごい。はい、いけるな、これ。5分の2 5分の1。はじかれ。あ、1はじかれだ、そうだ、よかった。ゼロじゃなくてよかったね。よっしゃ、嬉しい。願い事考えてた。何も考えてなかったけど、うん、まあ、はじかれだからね。自分でどうにかするよ。そう、ここね、そう、こんな感じの岩の中なのよね。え、思った。で、なんかね、なんだっけ、なんか鍾乳、なんかおちちがよく出るとかなんとかいう。
お乳がよく出てるとかいうやつですね。安産期間とかそういう。安産期間ってなんか、なんだったっけな。なんか詳しく忘れちゃったな。でもすごいね。岩の中にあるなんてさ、ね、初めてだね。かっこいい。いきます。何願ったの？家族の健康かな。マフキー。ほら。あ、本当だ、書いてある。お乳いいわ。ね、でしょ？これこうあるんだよね。やっぱ声響くね。岩の中だからさ、ちょっと。あ、あ、すごい、うん、上見て、ほら。ね。すごい。ね、いいね。ね、これってよかった、マジで。最高。お乳いいわ。お乳いいわ、どう？母性愛から。巫女のために乳母君、豊玉姫が乳母を矢にくっつけていかれたとして、ね、すごくない？ここが目印だって。どれがお乳いいわ？いつもわかんないんだよ。えここが矢印…どれだ？あ、ここ、あ、ここだ、ゆうぴ。ここだ。これだ、お乳いいわ。あ、ほんとだ。あ、これとこれだってさ、あ、ほんとだ、おっぱいみたいになってる。うん、おちちいいだいぶ離れてるね。あ、でっかいんじゃない？うちみたい。離れちさよならおっぱいだ。へえ。なんかこのさ、うん、濡れてポタポタ落ちてるのがまたこれ、うん、ね、おちちっぽいよね。おちちっぽいってことか。不動神宮さんが、あ、違うのかな、おかずクラブに来てくれました。嬉しい。あ、色違うぜ。え、何色巻きは緑。あら、いいね。緑は一緒だけどちょっと薄水色じゃない？薄水色ね。いいじゃない。絵が違うね。絵が違う？私は濃いかな。私なんかが鳥かなんかがだって捕まえてるの。わしみたいなね、うん。私は自分から掴み取る。ユーピアの登り竜ってことなんじゃない？結構多分濃いだから、あんたに捕食されそうで怖いよ。いや、まあ、とんでもない鍵詰めしてたじゃん今。まあそうだけど。足の部分が嫌だな。お母ちゃんが猫ちゃん見つけました。いらないってなりそう。かわいい。この神社にいる猫だね。かわいい。日南市のスポット2つ回りましたけど、どうでした？どなたですか？変わりました？もっと遅めの方が撮ってたと思うんですけど。どうでした？何しれっとさ、うん、すいませんでしょ？すいませんでした、うん、でしょ？本当にすいません。いやいやいや、本当にすいませんでした。やっぱ鈴木さんがいないからさ、うん、まあ、オープニングちょっとテンパっちゃってさ、落ち着いた気持ちではやってたんだけどさ、うん、だからいつもの今回はとかさ、うん、ネギネギ言ってきたイエーって感じじゃなくて、なんか、うん、いやー宮崎着きましたね。渋いスタートになっちゃってる。あごめん。あとユイピーです、オカリナです、おかずクラブです。わー忘れた。だからどこかでやりたいね。でもなんかオフっぽい感じでね、いけたらいいっすね。というか、うん、頑張っていきましょう、うん、はい。でこの後はここから串間市がスポーツ回るんで、日南市はここで終了です。はい、はい、ということでまた、はい、明日もこの後もよろしくお願いします。はい、ということで私たちは今、はい、こちら、日南市の、はい、日向の宿にどんかぶりですね、お母ちゃん。あ、ごめん。あ、ごめん。かわいい。今日はね、ここでなんかヘリに乗れるみたいで、はい、ヘリコプターでございますけれども、はい、あ、こちらの方が詳しいのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。こちらでヘリ乗れるんですか？はい、そうですね。今から大島の無人島の方をちょっと一周していただきたいなと思っております。そうなんだ。ヘリもここに。ね、思いました、あそこに。かっこいいよね。ヘリがあるんだよな。はい、そうですね、かっこいい。乗ったことないよね、うちらね、ヘリね。確かにヘリはないかもね。乗ったことない。そうなんですね。ちなみにこれっても誰でも体験できるんですか？そうですね、この日向の宿に宿泊してくださった方とか。宿泊した人、はい、そうですね、他にも施設が
ポーツクラブとグランピング施設とあるので、まあ、そちらを利用されてるお客様とかに向けて、はい、そうですね、利用してもらってます。ここでヘリ乗れるって知ってた？知らない。私は宮崎にそんな施設があるなんて知らないよ。もう宮崎はそういうその自衛隊基地から飛んでるヘリとか飛行機とか見たりするけど、乗れるなんて考えたこともなかった。確かに。今からどのあたりをその周遊するんですかね、遊覧？ですね、今から日南の海の方行ってもらって、うん、無人島の上飛んでいただいて。まあかっこいい無人島。大島。大島ですね。その大島の方も、来年から開発を今進めてます。そうなん、無人島じゃなくなっていくんだ。そうです。そうなんだ。ミラを作ろうと思ってます。ちょっと今日は私はちょっと下で見守ろうかなと思ってる。体重の制限もあるだろうし。あります、ヘリコプターって。大丈夫です、乗れます。いや、面白い方言って。この人は口が達者だから丸め込まれるじゃん。乗ろうよ一緒に。いやいやいや、もう私は乗らないって言っちゃってたから、もうさすがに今日じゃ無理ですもんね。まあ、席はどう座ります？後ろ後ろ2人、後ろ2人ですね。後ろ2人で記念2が前で取れるんだったら記念3の方が、の方がありがたいです。私たち太ってるからちょっと3人並ぶのきついよね。太ってんだよな。すごいキビキビしてますよ。もともと自衛隊とかですか？ゴロシャン、おしゅっと、あららガシャンと。シートベルトお願いします。はい、シートベルトよいしょ。何がきっかけでヘリの免許取ったんですか？やっぱり自衛隊ですよ。そうですよね。ニュータバルですか？入るかな。今陸上自衛隊のヘリで三重県で免許取りました。三重県で、はい、わ、すごい、こんな開けてるんだね。待って、いやでも記念日が前に来るから、まあこれが閉じずに乗れないなんてことないよね。いける、もうちょっと高い位置にある。なんだよ、あったここ、あれなんかギリギリじゃない？いける、いける、いける、いけたんですけど。あ、大丈夫ですね。そしたらこのヘッドセットというものを目につけていただいて。ヘッドセットはもうゲーム配信の時いつもつけた。あ、そうですか。はい、あ、じゃあもう、エンジンスタートします。はい、はい、お願いします。怖いよ、初めて乗る。前でって言ってたのに飛んでっちゃった。いなくなっちゃった。取れなかったですね。いいえ、まさか。いなくなっちゃうなと。達者でな。取れなかった。
面白かった。全然安全。何に怯えてたんだろう、うちって本当だよ、本当に乗ってよかったよ。20分くらい前の自分に言ってやりたい、何も怖くねえぞって、うん、はい、ということで日南市の、2日目ラスト、南国プリンスホテルに来ました。よっ、海がすごい ね、 近いね、綺麗だね、すごいよ。あそこでなんか焚き火ありますよね。焚き火あるね、はい、今回焚き火体験2人にしてもらおうと思います。おお、だからか、いいじゃん、なるほど、焚き火はいいよ、温められてる何かね、そう、なんだろう、へえー、すごい。じゃあ焚き火できるんですか。はい、焚き火ご用意させていただいております。へえー、あれなんか温められてるけど、あれは、ね、何にあるんですか、あちら温められてる。焚き火であのお湯を沸かしまして、コーヒーを飲んでいただければと思っております。なるほど、牛乳も用意お願いします。カフェラテが大好きなので、カフェラテが好きなんですよね。よろしくお願いします。これ海も結構すごい綺麗に見えますけど、部屋も全部見えるんですか。あ、はい、全84部屋すべてオーシャンフロントになっております。オーシャンフロント、はい、すごい、どの部屋当たってもね、はい、いいですし、私は今日ここに泊まりますので、はい、お金さんちょっとね、そうですね、私ちょっと宮崎の仕事の時に帰れる時には帰るって決めてるので、ちょっと帰れる時には帰るって、もうほぼ帰ってるじゃない、帰ってますね意地でも意地でも帰られない場合もあるんですけどね。はいはいはい、オーシャンビューとフロントって確かにどう違うんだろう。実はあのオーシャンビューは窓に少しでも見えてれば、オーシャンビューって言えば、フロントって前って意味ですもんね。なるほど、前面に見えてるっていうこと、はい、焚き火やらせてもらいます。さあ、行きましょうか、じゃあ、お願いします、はい、お願いします。はい、焚き火とか行ってきましたけど、はい、それすごいハンモックで、ね、この安心ハンモックもらってね、これ300キロ積んだから安心だよ、私たち途中だけ足したって200キロもいかない、いかない、楽勝じゃんなんて。来ます？いいですか断らずに断らないが元になってる。来れないでしょう、ここお母ちゃんいけるちょっと足が起きるという指を終わっちゃうちょっと私たちあんまく気持ちいいかも、合わないかもしれない前の方に座ればいいんじゃない、うん、ちょっとも、うダメじゃん、もうちょっと足下ろしてダメだこれだといいじゃんいいんですね、ありがとうございます、うん、ハンモックってすごいですね、大変だね、ちょっとなんで私にそんな喜ばれてくるの腹筋使うなハンモックってよし、じゃあ早速楽しもうよ、うん、焚き火一つあるだけで全然あったかいです ねこんな温まるんだと思っちゃったよ、うん、なかなかビーチで焚き火ってしないよな、ね、しないね、ちょっと私たちは焚き火とビーチで焚きビーチと呼ばせて、焚きビーチビーチうわぁ、雑だ、ありがとうございます、狭いいや違うんです、ユーピーが私のテリトリーにめちゃくちゃいるんです。乾杯乾杯いただきます、いただきます、熱くて飲めなさそう、こちら腕動かさないでいやちょっと私にこっちに来すぎなんだよユーピーは、あ、おいしい、ユーピーちょっと一人でさ、ちょっと一回立つな、私ダメダメ、こんな危ないとこであーちょっとなんでなんでな、もうやめてよマキ今まで座れてたのに、いやもう寄りかかりすぎだよはい、ということで日南市3日目、宮崎旅最終日です、はいよ、そして私たちが今いるのはこちら三目線日南です、よことあんのお母ちゃん、ちょっとね、うん、あるような気がしてたけど、はいはいはい、ちょっと入場料がしっかりとした値段だからいやいやうちは来てなかったのかもしれないって思っちゃったね、もしかしたらね1000円くらいするんですよね、いやちょっと私3人兄弟だからさ、ちょっと3人来るとも3000円かかっちゃうから、3000円かかっちゃうね、まあ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 、ちょっとわかんない、1回くらい来たことがあるかもしれない、あ、なるほどね、すごいね、モアイがあるっていうのがね、私子供の頃に多分
じいちゃんばあちゃんに連れられてきてますよ。あすごいね。そうそう。でしかもこれモアイさ、これなんか 本物というかさ、あ、世界で初めてそしておそらく唯一であろうモアイの完全復刻がこの地に許されたのは太陽からのメッセージでありっていう、モアイ修復チームの功績の賜物でありっていう、復刻してるってことですよね、モアイ。すごいよね。すごいモアイ像。モアイそれぞれのご利益みたいなのがあるんだ。あるみたいな、知らんかったわ。ほら、めちゃくちゃあるよ。仕事運、うん、健康運、恋愛運、うん、夢かな、地球平和、結婚運、金運、学力アップ。すごくない？これとこれが別っていうのがすごくない？本当だ、恋愛運と結婚運、別で考えるタイプだね。恋愛と結婚運。そうだね。恋愛は楽しみたいけど、結婚はまだいいわ、とかなんか。どっちに行くかやろうぜ、じゃあ。うん、なんか触っそれぞれ触ったらなんかね、ご利益があるみたいな。どれがこう、どこに行こっかな、どこに行こっかな、うん、行くよ、うん、よーい、スタート。ここですな。押せ足。こっちだ。それぞれ何、健康運。おお、うん、はい、私夢叶う。おお、世界平和。あ、いや、まあ世界平和も入るけども、世界平和だったよね。いや、夢叶うって書いてあった。ずるいよ。何の夢？私大金持ちになるっていう夢があるからさ、それで金運とか行かなくてもいけるから。いや全部叶うでしょ、夢叶う。いや、ずるいよ、世界平和って書いてあったよ。いや、隣に剣も、いや、世界平和のみしか叶いません。いや、書いてない。いや、ダメです、世界平和だけ。いや、夢叶うって書いてある。世界平和のモアイです、ダメです。いや、夢叶うって書いてあったから、過去で。健康運です。どんどん上に上がっていくスタイルだもんね、ここは。ちょっと、引っ張らないで。もうお願い、重たい。お願い、重たいからやめて、本当に。あ、もういや。世界平和でしょ。かなってないけどな。ユイピーですよ。なんで一つ噛むの。なんでそんな置いていこうとするの。仲間じゃん。いや、引っ張らないでよ。自立しよう、互いに。30代の女なんだから。お前は40だろ。まだ40じゃ。なんなの、すぐ人の年齢プラスにして。まだ40じゃないよ。危ないよ。健康も叶わないよ。いやだ、こっから落ちて。どっちも叶いませんでした。わらじゃないよ、ね。これ見てらっしゃる方、安心してください。足腰に不安がね、あることはカートがレンタルできますんで。有料でしたけど、ね。有料でしたけど、はい。カート借りたかったな。普通の人はこんなに疲れないです。え？普通の人はこんなに疲れないです。何をどう思って普通っていうかだよね。はぁ、見晴らしがいいね。そうね、高いね。うん、曇ってるかなと思って。曇ってるけど遠くから見て景色がいいわ。綺麗ね。上から見ても綺麗ね。モアイ見て。なんで無視すんの。あ、上から見てもモアイ綺麗。あれ、同じだよ。お母ちゃん見て、ほら。いや、ね、いや知ってるよ。お母ちゃん見て、ほら。いや、なんなの本当に。ちょっと嫌いだな、そういうところ。え、どうする、恋人の方があるけど関係ないから無視するか。そうだ、無視しようか。普通年収ちょっと2人で何なの。何、え、うちら恋人だから。いや、気持ち悪い。お母ちゃん、恋人の方行こう。え、何にもないよ、私たち恋人でも何でもないんだから。私だけだったんだ。きっしょ。逆か。ねえ、ねえ、嘘でもやろうよ。宮崎のためにさ。ねえ、こんな人が嫌がることばっかしやがって。気持ちがいいね。なんか来れてよかったよ、久しぶりに。ちっちゃい頃にきっと来たと思うから。宮崎ってトータルでのんびりできるとこって感じ、うん、リフレッシュするにはほんと疲れてる人とかにはさらにぴったりな、うん、日常忘れられそう。虫になれる、うん、
あと入場料さ1000円で私高いって思っちゃったけどさ、これをこんだけ綺麗に維持するには必要な額なんだなっていうのは感じれたよ。うちとかやっぱ県外からさ、うん、来てる人からしたら、ああ1000円かくらいの気持ちというかさ、ああ本当ならよかった、うん、なんか入場料無料で中でお金がかかるっていう施設が結構多いの、宮崎って、ね、その高千穂牧場とかもそうなんだけど、そのだからちょっと驚いちゃったけど、だから県外の人にぜひ来てほしいね。うん、めっちゃいいところだった、うん、さあ、私たちはですね、今日南市の帯城下町に来ました。イエーイ。来たことある？来たことあります、ここは。あららら、ら帯城、お城はもうないんだけど帯城跡っていうのがあって、うん、なんか周りに鯉が泳いでるっていう、見たいところだね、それはね。で、今日はここでちょっと一回弓矢の体験ができるということで、ね、こちらでございます。ね、なんだろうね、ありがてえよ。ちょっと待ってください、こんにちは。猫ちゃんが先客がいる。嫌い？大好き。かわいい。かわいい、言ってください。何ちゃんですか？みーちゃん、みーちゃん、看板猫いました。みーちゃん、みーちゃん、みーちゃんっていつもここにいるんですか？へえ、みーちゃんいくつ？もう10歳ぐらい。あ、そうなんだ。みーちゃん年下だね。かわいいね。あ、4本ずつなんですね。4本ずつ2回打ちます。あの、やり方をお教えします。はい、はい、右目で弓の右側から矢の先端を的の真ん中になるように狙ってください。いいんですか？狙いが良ければ右手をパッと離してください。行くか、行くね、先に。うん、おーし、黒入った。あー、すごい。やったー、当たり。一個刺さった。運玉全然入らなかったのに。じゃあ次ユーピーだ。敵兵を一人倒しました。わ、よかったです。倒せなさそう。うちユーピーいけるやろ。これくらいですか？もうちょっと引っ張って、はい、だいぶ下向いてますね。 ここを下げてください。ここ。あら、足狙ったね。ちょっと当たったですね。難しいんだな。もう一回やろう。次々やってみてください。お母ちゃん、うまかった。うまかったな、私。もう次も当てないと、はい、まぐれと言われますよ。本当ですか？これも大変だぜ。あー、違うとこだったな。あ、目が反対ですよ。閉じるのが反対だって。同じところらへんに当てるな、ね、立って打つんだと思ってた。ねえ、座って打つんだね。いや、座ってやらないとこう横に焼酎ビールが置けないからです。そういうための遊びそうです。だから座ってする。あー、無理だ。お、狙ったところ行ったですね。あ、来ましたね、うん、もうあの白黒の真ん中を狙ってください。同じとこ。ユーピーあれだろうね、左足に集中的に狙うタイプの。一回ちょっと嫌なタイプの。足を潰してから逃げられなくさせます。ちょっと嫌なやつ。そろそろちょっと足が痛みたいなんで、次心臓狙います。お、よし、当たった。いいとこ行ったね。ここも良かったね。いいですね。どこ行った？左足。またあらら、左足太もも。また足、また足行った。逃げないよ。いや、でも用心してもう一回やっとかないと。左しかね、やだな、私。ユイピンが反撃だから。あんな足ばっかり打てて。左足。怖いよ、自分が。左足。左足。もげちゃうよ。ごめん、右足行きたいな。あ、綺麗だな。あ、当たってるね。当たり。あ、楽しかったな。ありがとうございました。当てるまでやりたくなっちゃうの、すごい。ありがとうございました。どうもありがとうございます。みーちゃんもどっか行っちゃったね。なんか遊んでる時はあれだったけど、やっぱ終わると足めちゃくちゃ痺れてるの。背もたれに体重をかけて。あ、はい、ひっくり返るんですよ。スカートがこう車に入らないように、巻き込まれないように、ん、はい、手とね、手もね、はいはい、じゃあ上げますよ。はい、やめてくださいね、ガンとか。うわー、大丈夫です。大丈夫です。年に3回しか倒れんから。本当ですか？結構倒れる。年に3回は結構倒れてるな。イエーイ。いくよ。はい。声出そうじゃないよ、かし。こうだから。お願い。もう。いや、いやいや。あ、頑張れ、ケニー。ちょっと待って。ちょっと待って。映像すごいよ、なんか。なんかよくわかんないくらい、ぎゅうぎゅうのまんじゅうだね、うちら。ぎゅうぎゅうまんじゅう。ここか。
ちょっとくたぶれるな、これ。おもろいね。うん、こっち見てる。すごい。こあ、柿だ、柿。ね、柿だね。柿だ。甘いのかな、渋いのかな。こんにちは。こんにちは。すいません、高いところから。すいません、高いところから。失礼します。失礼します。失礼します。すいません、本当に。楽しんでください、お気持ち。お邪魔してます。最高だね、人が押した車に乗れてさ、ね、最高だね。ここね、ほら、あの武家屋敷が大体そのままあの広さで残ってんだ。あの鯉がいるとこどこでしたっけ？え、鯉がいるところってどこでしたっけ？鯉は下です。あ、下か。あ、下の交差点があったでしょ？はい。あの日本で一番小さなスクランブル交差点。あ、うん。かわいいな。通ってから下の方に最初のルート。小粋なトークだ。小粋なトーク。やっぱ人力車だとそういうのもやる。人力車の人たちってみんな面白いですよね。ね。あ、折り返しだ。折り返しだ。はい、ありがとうございます、はい、本当に。いや、もうさ、うん、人力車作った人って誰なんだろう。最高だよね、この文化。人力車ってでも結構いいお値段するからさ、ね、まあね、たまにしか乗れないけどさ、うん、ここは無料ですからね。あの、え、無料なんですか？募金をすると無料なんです。ああ、なるほど。別に募金をしても本当心付けというか、でも自分で決めていいんだから。募金ですから、任意で満足度で乗って満足度で、そうでしょ、ね、最後に私たちは決めるんじゃない。最後にお金入れるところ見てないですよね、さすがに。そう、すごい。こんにちは。イエーイ。何なんですか、イエーイ。ご飯ですよの、キャラクターに似てる。確かに。確かに。これってどこにつなぐ、どこまで行くの？この先に、幸せすぎっていう、幸せすぎパワースポットがあるんです。幸せすぎってこと？4本の杉が立ってて、その線上に立つと、パワーをもらえるっていう。へぇ、だから、何にちょっと幸せすぎになれってことか。いや、不幸前提で喋るやん。不幸前提で喋るやん。そろそろ幸せになってそろそろね、余計なお世話だよ。本当だよ。本当によ。パートナーが優越が幸せだって。うちらだってマッチングアプリさえやればすぐできるんだよ。なあ、おかりな。うちらだってマッチングアプリさえやればすぐできるよな。どれなんだ。あ、これこの幸せすぎて。4本。あ、4本立ってる、本当だ。うん、でかいね。対角線に立つ、対角線上に立つってことはど真ん中ってこと？真ん中だね、そうだね。どこに連れ去られそうだな、こういうの真ん中に。登ったとこが4本あって。はい、うん。そんな気がしてた。四隅に立ってるし。ここじゃね？ここだ。ゆっぴーから幸せすぎたら。幸せすぎなんだそれ。立ったらなんか勝手に体から地面からパワーが来て動いちゃう。うん、やってみて。幸せすぎ。何やってるの。いや、初めてのそっちだからね。何やってるマジで鳥肌。しかもさ、コウとかじゃなくてなぜかしゃがむって。やっぱ勇気は下からもらったからさ、上からもらおうと思って。気使ってもらったんだ、ごめんな。そうだよ、余計なこと始めやがってと思ったね。パワー感じる？いや、何にも感じない。あれ？わかんないよ、ちょっと。もうちょっと行ったら。幸せ、幸せ、幸せすぎ？あ、最悪だろ、もう。さっきよりすごい幸せ感じたかも。うん。僕はじゃあ、全然気に入れよ。結構なんか長かったけど。長かったな。長くいればいい。幸せ、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 幸せすぎ？もうやめてもらえるから、ほんとに。どういうつもりや。ねえ、これ、喧嘩すぎとかじゃない、喧嘩すぎだよ、これ。喧嘩すぎだよ。揉めるとかじゃないよね。揉めるすぎでしょ、これ。揉め、全然幸せじゃないんだけど。揉めすぎじゃない。全然幸せじゃなかった、今。売るなかもないし。ねえ。やめろよ。いいだろ。そういう、おかずクラブチャンネルなんだからいいだろ。取れたかとか。な、おかちゃん。おそっ。遅いよ。はい、ということで日南市3日目ラストはこちら。はい、日南市北郷にある蜂の巣公園のコテージです。よいしょ、コテージ愛と鈴木風。あ、そう、お邪魔します。お邪魔します。あ、広い、広いね、2個すごい。あ、これだ、あれだ、畳みたいな感じでなんかベッドにするタイプのやつだ。あ、ほんとだ。お布団も。あ、ここにもほら、寒いから暖房もついてる、うん、エアコン。天井も高くて。天井高いね。うん、
こうやってキッチンもあるよ。キッチンもあるね、広いね。いやもう本当になんか家のキッチンだね。うん、そうだね。調理しやすいよ。あれ、え、すごい、露天風呂。ねえ、トトロの風呂だ。あ、本当だ。わあ、いいね、溜めてるのもいいね、なんか。あ、でも匂いがちょっと温泉じゃない。あ、本当だ、なんか香るね、色っぽいさ。うん、あ、クリーム、どっちも水だ。うん、そうなんだ。あ、すごい、ぬるぬるする。温泉っぽい。湯気出てきてる。あ、つら、うん、湯気出てきてる。どっち、こっち。あ、じゃあお湯じゃない方決めようか。いいじゃん。ここ泊まった人は左がお湯って覚えてください。うん、結構階段急だから、これが落ちないでね。あ、ほんとだ、すごい。あ、あ、上に寝床がいっぱい。この部屋めちゃくちゃ寝れるぞ。寝床、ほら見て。わあ、すごい、なんか寮みたいだね。うん、とか、あの研修、資格研修とかで泊まったとこみたい。確かに。今寝るとしたらどっちで寝たい？下かな。やっぱさ、大人になったよね、うちらって。絶対二段ベッドの上だったよね、子供の頃って。たださ、夜に起きるおしっことかさ、もろもろのこと考えて絶対下の方がさ、ね、勝手がいいしさ、何かあった時逃げやすいしさ。上登れるのだって、今。登れるよ。どこな？いや、登りたいよ、いつかは。いや、いつか、今。え？登ってみたら？あ、こんな頑丈だったんだ。うわぁ、ちょっと待ってね。これが落ちないでね、怖いから、本当に。気をつけて。怖いな、支えられる気がしないの、落ちてきても。よいしょ。あ、これさ、うん、おる？人を選ぶね。はい、ということで、はい、一郎氏良かったですね。良かったですね。私は正直高校時代日南に3年間いたから知ってるだろうと思ってたけど、うん、もう知らない時が多かったね。あ、知らない。それが一番驚いちゃった。どこが良かった？やっぱヘリコプター。あ、ヘリね。やっぱ衝撃だと乗ったことなかったから。あんなにビビる必要ないくらい安全で安心な乗り物だったよ。何よりなんか怖い思い全くしなかった、ね、私はやっぱ何と言っても宇都神宮が本当に。ああ、言ってたね。本当に良かった、癒された。うん、あそこにいるだけでこう力、パワーをもらえる、穏やかな気持ちになれる、うん、そんな場所でした。なんか これでさ、いろんな、なんか知れたじゃん、モアイとかもそうだけどさ、それをさ、なんかやっぱり宮崎大使としてさ、周りにこういうのもありますよとかさ、滝ビーチもすごい良かったし、うん、なんか日南市は本当レジャーのところだから、なんかこうレジャーやりたい、宮崎でレジャーやりたい、ここどうですかっていう風に具体的に進められるのはいいよ。あと高速道路ができたからすごい近くなったの、いろんなところが。私の家サイトしてとこで、私がちっちゃい頃も高速道路だったんだけど、サイトから道なんて1時間ぐらいかかった、うん、それが30分短くなって1時間で行けるようになったっていうのが今年一番の収穫かもしれないな。あら、いいですね。だからいろいろ楽しかったですよ、うん、本当、ね、よかった。ありがとうね、一緒に見れてよかったね。よかった、健康でさ。うん、この旅で多分3キロくらい太ってる。で、これね、あの日南市のロケのをしつつ、うん、また串間市の方にも移動してロケもしてたので、うん、その様子がまた ね、これから近日公開されますので、はい、公開されますので、ぜひとも皆さんご覧ください、はい、ということで、串間市編も見てください。はい、見てくださいということで、この辺で終わります。バイバイ、バイバイ。串間市編へ続く、イエイ。お願いします。